どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。で、今ちょっとお風呂から上がってきたところなんですけども、今回ちょっと怖いコメントをいただきましたので、まずそちらをご覧ください。たかし鈴木さんからいただいたコメントなんですけども、山口から逃げんな、とにかく逃げるな、逃げないことで見えてくるものもあると思うぜ、俺は今回のショッピンさんの行動を期待してます、ということで、最後はデレで終わっていただいたんですけども、初めのこう山口から逃げんなっていう言葉が僕全く心当たりがなくて、あれなんかこれ山口県でなんかやっちゃったかなとか、山口に関するなんか悪口とか言っちゃったかなみたいな、いうちょっとなんかあれなんだろうなんだろうってちょっと思ってたんですけども、これのことですよね。びっくりしました。もうなんかやっちゃったかと思っちゃいましたこのチャンネルもブログ形式で、まあ日々の行動だったりっていうのも、まあやっているわけなので、まあたまにはちょっと時事ネタも取り入れたやつもちょっとやってみようかなというふうに思います。なので、ちょっと本題に入る前に、今回のこの山口さんについて、ちょっと僕なりの考え方っていうか、その見解っていうか、まあどう思ってるのかっていうことをちょっと喋った後に、じゃあ本題に入っていきますので、本題は多分ここら辺に、本題はここ、いつからみたいな何分からっていうの書いてあると思いますんで、本題に早く行きたいっていう場合は、この時間にスキップをしてください。で、ちなみになんですけど、僕は今回の件についてもうほとんど知らないです。僕が知っている情報っていうのは、山口さんが女子高校生に対しては強制わいせつな行為をして、それがめちゃくちゃ事件になってるっていう、ざっくりとそういうところを知ってます。で、いや、その女子高校生実は危ないんじゃないのみたいな、そういうこう暗い黒い影だったりっていうのもあるっていうのも、まあそこまでは把握しています。で、あとはその NHK が山口メンバーって呼んでるっていう、そのなんでメンバーって呼んでるのっていう、まあそういうところもちょっと把握はしてるかなっていうぐらいです。なので僕は山口さんの会見見てませんし、まあ、別に見ようとも思ってないっていうのが正直なところです。ただ今回の件で、たかし鈴木さんは、僕もそういう、こう、調子に乗って、ハメを外して、女子高生だったり女性に、こう、手を出してしまうかもしれないってことを心配されて、まあ、こういうふうに僕はどう思いますかっていうのをちょっと質問されたと思います。そう信じてます。で、まあ、結論から言わせていただくと、僕は、まあ大丈夫というか、そこら辺はこれからもちょっと警戒していこうと思ってます。どういうことかっていうと、僕、まずお酒が弱いので、お酒を飲むと逆に気分が盛り下がっちゃうっていうタイプなんです。すごいお酒弱いので、すぐ酔っ払って、すぐなんか気持ち悪くなっちゃうんですね。なので僕はお酒の力を借りると逆に、弱くなっちゃうので、そう、逆に雑魚キャラになっちゃうので、なので僕はお酒を飲んで、ハメを外すってことは、まあ、ないです。はい。あとはその女性に手を出しちゃわないかみたいな、そういうことなんですけど、僕はその、わいせつとか、そういったものっていうのは、大体高校、大学で、っていうのも、その高校、大学で、まあ、経験をさせてもらったつもりなので、大体こう、女性に、今、女性に手を出そうと思ったら、こういう風になって、こういう風になって、僕はこういう感情になって、こういう、なんか問題になっちゃうんだなっていうのは、まあ、大体予測ができてます。そうなので、今こう女性に手を出したいとかあんま思わないですね。なので僕は今もうお酒飲めって言われてももういや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 って言うし、女性にちょっかい出したらこうなっちゃうっていう、そのなんかある程度そのネガティブな妄想が出来上がっちゃってるんで、そうあんまりこう今女性に手を出そうとは思わないです。じゃあ僕がその将来、つつもたせ的なその被害に遭っちゃったみたいな、こうはめられちゃった場合っていうのは、もう視聴者のあなたに助けてもらうしかありません。はい、その時はよろしくお願いします。っていうのが、その僕の山口さんに対する、まあ浅い意見だったりするんですけども、それ以外に僕が思ってることというのがありまして、この動画を見てるあなたは、その、TOKIO の山口さんが会見している裏側で何が起こっていたのか、まあそんな大恐れたことではない、いや結構大恐れたこと、いや結構歴史が変わっちゃうようなことだったりするんですけど、韓国と北朝鮮が、あの線を一緒にまたぐっていうことを実はやってました。そう、山口さんの会見よりも全然すごいことが実は起きてたんですけど、まあテレビでやってたと思うんですけど、YouTube の急上昇ランキングを見ると、ハリル・ボシッチ監督の件だったり、あと山口達也さんだったり、たまに進撃の巨人のシーズン3が始まりますよみたいな、これめっちゃ気になるな。
ここに韓国と北朝鮮が、あの線を韓国人が北朝鮮側にまたいだら速攻射殺されるあの線ですよ。あの線を大統領が二人で手をつないで渡ったっていう、めちゃくちゃ歴史的な瞬間の動画がここにないんですよ。まあでもその今回の山口さんのように、まあちょっとこう、お酒の勢いを借りて強制わいせつしてしまったかもしれませんけど、僕の場合はやっぱりそういう感謝の気持ちを忘れるとそういう傲慢になっちゃうかなっていうふうに思うので、やっぱりこう、感謝は常にしていこうと、まあこの動画を見ているあなたにもちょっと感謝をしていこうというふうに思って、まあ今回もちょっと撮影を始めていきます。なんか最後は綺麗にまとまらせてみました。はい、じゃあということで本題に入っていくんですけども、なんか角刈りっぽいなはい、まあじゃあ今回何をやっていくかっていうと、普段こういろんな人とお話をしていく中で、もうあったかくなったから、十分あったかくなったからもう衣替えしたよとか、そういった話を結構聞きます。ということは、あるものを断捨離しようかなと思います。でそれは何かっていうと、冬物でございます。ここが今僕のクローゼットスペースなんですけども、これのここですね。よいしょ、はい、ここダウンジャケットでございます。今年の初めか去年の終わりぐらいに買って、それからもう冬場はほぼ毎日これしか羽織ってないっていう、そういう状態だったので、もうヘビロテにヘビロテを重ねたダウンジャケットでございます。まあ汚いですよね、単純に。もちろんちょいちょいクリーニングは出していたんですけど、基本的にはこうファブリーズでシュッシュやって終わりですね。物はナノユニバースさんなので、かなりやっぱ頑丈ですね。毎日ヘビロテしたとしても、そんななんかクタッとした感じはないですし、来年も全然着れます。なんですけど、直近の冬のシーズンでも使い古してもう大満足したので、これは僕は断捨離をします。このチャンネルを登録してまだ日が浅い方っていうのは、なんかいやそんな捨てるだけがミニマリストじゃないしとか、なんか捨てるのってもったいないしとか、ミニマリストって物を大切にするんじゃないんですかみたいな、まあいろんな反対意見があると思うんですけど、もったいないから取っとくっていう考えも OK だと思いますし、捨てずに取っとくっていう考えも全然 OK なんですけど、僕はやっぱその時々によってやっぱ気持ちいいものだけに囲まれていたいっていう、そういう考えなんです今は。なのでその次回の冬になったら、また気持ちいいものっていうか、あこれ着たいなって思うものが絶対出てくるんですよね。好み、人の好みって変わりますから。そうなので今回これは断捨離をして、また次の冬が来たらその時に自分が気持ちいいと思うものを買うっていう、まあそういうことをやっている、まあミニマリストでございます。あとはこれなんですけども、こちらもですね、正直のところこれ使ってる間全く気持ちよくなかったです。あったかいんですけど、軽すぎて朝起きたら必ずどっか行ってるっていう、寝返りを打ったら必ずその寝返りにこの布団がついてきちゃって、なんか朝起きたら必ずこの布団、掛け布団がどっか行っちゃってるっていう。あ、すいません、なんか次のシーンに移りたいんですけど、今ちょっと床がちょっと若干汚いっぽいのでちょっと掃除します。はい、というわけで掃除が終わりましたので続きを撮っていきたいと思います。普段はこんな感じで布団を用意しまして、こうやって毛布をかけて、こうやって掛け布団をかけるわけなんですけど、分かります？このでかさ、やたらでかいってなりますよね。こうやって入るわけなんですけど、あーこれ寝れるわ。まずい、これは撮影中断して寝ちゃうかもしれない。で朝目覚めると、だいたい掛け布団がどこか遠くに吹っ飛んでます。ということで、まあ冬物は断捨離できたかなというふうに思うんですけども、もう一つシーズンが終わったものがあります。それは何かっていうと、花粉のシーズンです。はい、こちらの花粉症用のスプレーでこうやって顔に、今粒見えました。はい、こうやって顔にかけることによって、その鼻だったり目に花粉がくっつくのを、まあ防いでくれる、何十パーセントか防いでくれるっていうやつらしいんですけど、まあ、この花粉の季節も終わりましたし、これももうそろそろなくなりかけてるので、これは断捨離をさせていただきます。
今回は以上この3点を断捨離するっていう形になります。断捨離というよりかはただの不要品処分っていう感じになっちゃってますけども、断捨離イコールちょっとイベントチックになんかいっぱい捨てるんだよみたいな感じと思われがちなんですけど、断捨離をこう定期的に続けていってすっきりしたもので囲まれてくるようになると、なんか断捨離と不要品処分の感覚がなくなってくるっていうか、断捨離の敷居がどん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 低くなっていって気軽に手放せるようになっていって、今あなたがリアルタイムで、持っていて気持ちいいものに囲まれるようになってくるので、なので僕はこうシーズンが終わってまた次のシーズンになった時にその時に必要なものをその時の好みに合ったものを、まあ、買うようにゲットするようにしています。ということで今回は冬物のダウンとこの掛け布団がちょっとこう気持ちよくなくなってきてしまったので、これを断捨離するっていうのと、花粉のシーズンも終わってこれももう中身がほとんどないのでこれも断捨離をさせていただきますと、ということで今回はちょっと以上かなと、はい、いう感じです。このスペースを埋めるための新しいグッズが手に入るっていうのはそうなんですけど、手に入るためにはお金が必要だったりするので、そのお金が入ってくるんですよ。こうやって断捨離するとスペースを空けると、これは結構実体験で僕も何回も経験してるんですけど、それをなんか説明しようと思うと思いっきりあっち系になるっていうか、1000人に1人ぐらいしかついてこれないんじゃないかなっていう感じになっちゃうので、そのこの話はなんかまた別の機会にやらせていただければなというふうに思うんですけども、本当にこうやって断捨離してスペースを空けることによってまたこれを埋めるための収入っていうのがちゃんと入ってきますから、はい、まあ信じるか信じないかはあなた次第っていうところで、はい、やってほしいんですけども、はい、ということでスッキリしたところで夜もだいぶ更けていますので、じゃあおやすみなさい。よいしょ。